疲れ様です、はい、お疲れ様。どうしたんですか？ちょっと落ち込んでさ。はい、何あったんですか？よくぞ聞いてくれた。はい、いや本当にね、うん、もうなんだろう、今パニックよ、うん、インスタのアカウントが乗っ取られました。うわ、いやこんなことあんのと思って。なんで分かったんですか？いやなんかね、昨日かな、はい、メールで、うん、なんかインスタグラムで新しいログインがありましたって、うん、違う端末でありましたって、はい、長野県上田市でログインされてたって、なんだろうなと思って、はい、インスタでも開いてみようかなと思ったら、うん、どんなにやってもログインできないの。調べたらそれ乗っ取りだっていうことが判明しまして、うん、でもどうやってもこれ復活しないじゃん。そうですね、できないんですよね。できないんだよ。なんかやったりしたんですよ。いやいや自分なりにやったんだけど、うん、そんなに詳しくないじゃない。まあそうですね、うん、だからもう打つ手がないの、うん、だからまあこれを早急にアップして分かる人でこういろいろこうこの方がいいよってコメントでくれるのももちろんありがたいんだけど、もう 100% 戻せるっていうね、人がいれば本当に最高、神、ね、来て教えてやってくれる人、神。いやまあそういう人っていないじゃん、うん、だから結論から言うと新しく作るしかないかなと思ってます。そうですね、うん、せっかくね、うん、フォロワーとかフォロワーさんとかたくさんいたのにね、うん、そうなのよ、うん、でもお知らせしてまたフォローしてもだからまあ近日中に新アカウントを作ります。うん、はい、その方がいいかもしれないですね。そうね。うん、でまあもしね、あのこういう戻せるっていう人がいてやってくれたらその アカウントに戻ったりしたらそれが本赤にしてサブ赤にしようかなっていう、うん、そういう手もあるんじゃないかなと思ったんだ。うん、そっちもいいじゃないですか。だからまあ早急にね、うん、作る。はい。だから皆さんフォローしてください。アカウント。何にしようか。これで考えます。今本当頭回ってない状態で、なんでこんな乗っ取りなんかあるのと思って。有名人だったらいい、うん、乗っ取りとかある可能性あるじゃん、うん、まあそうですねって言った。いいね。今情緒不安定だから。あ、すいません、すいません。はい。あのドドンパでカメラぶっ壊すところだった。 やめてください、まあ、こんな動画ですいません。というわけで新しくインスタグラムを作りますんで皆さんね積極的にフォローしてください。よろしく。半世紀以上愛された焼きうどんに柔らかく煮たもつとニンニクを足してみたら非常にうまかった。それがスタミナニンニクもつ焼きうどん。クックマン一心不乱なエンターテイナー料理も本気クックマンルックマンクックマン。Good night.